どうも、ミネです。今回からこのライブアライブをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。名前だけはね、ずっと聞いたことがあって、やりたいなと思ってたんだけど、なかなかね、機会がなくて。ってところで、ね、オクトパストラベラーとかの技術を使ったリマスターでいいのかな?が発売されるということでね、やっていこうかと。オクトパストラベラーもやりたいんだよなーっていうとこだったんだけどね。見たよ。よし、じゃあ、ニューゲームで、やっていこう。あんまりどういうゲームかっていうのも、よく知らなくて、なんか挑戦的な、JRPG みたいな。そういう触れ込みは見たんだけど。近未来編、SF 編。幕末編。甲府編。時代とかじゃないんだなっていう。現代編。これどれが最初がいいとかあんのかな?原始編。西部編。時代順とかの方がいいのかな?近未来。気にはなるけどね。どうしようかな。まあ、原始編から見ていくかい。なんとなく気になった。遥か昔の原始時代。厳しい長老のもと。相棒のゴリと気ままに暮らす少年が狩りを許される年になったある日。言葉のない時代、人間も強い嗅覚を持っていた。匂いを嗅ぐことで、獲物の場所や危険を知ることができたのだ。これやっていこうか。他のやつ見るの後にしようか。全部見てもいいんだけどね。これやっていこう、原始編。気になるのからやってったらいいよね。うはは。戦闘不能と戦闘離脱。普通の RPG。なん?さらわれた的な感じか。なう。あ、逃げたって感じかな。悪そうだもんな。めっちゃ綺麗だな。そんな逃げ方あるか。あ、薄着だ。やっぱ捕まってたんだな。儀式の生贄みたいな、そんな感じかな。原始か原始かな。あいつ置いていくのか。あ、よかった。引かれなかったね。そろそろ起きな。シュン。シュン。そこ、あいつが乗ってったからないのか車が。徒歩か、辛いな。一番最初にこんな言葉わかんねえやつ選んでよかったのかな。めっちゃ綺麗だな。オクトパストラベラーやりたくなってくるな。ライブアライブを楽しんでくれ。本当に綺麗だな。マンモスか。マンモスがいる時代なんだね。
あれがゴリか。ガレッジセールなのかな。名前選べるんだったら全然川田にするんだけどな。選べるかな。めっちゃ親か、親っていうか、あれコマンモスだったんだね。いっぱい来たな。いっぱいいるな。おー、いいね、いいね、こういうのね。原始編接触。さっきのなんか姫さん的なやつと主人公の接触ってことかな。あ、やったー、やった、選べんじゃん、選べんじゃん。もう川田に決まってんだろ。川田じゃなかったよな、川田だよね、川田ゴリだもんな、これだったよね。え、ちょっと調べようかな。一旦調べるか。川田広樹だった。よし、川田広樹で行こう。はい。だってゴリの相棒だもんな。どうした？てか助かったんだな。あ、どうしちゃった。画面右下のレーダーには未踏のエリアや目的地への道しるべとなるアイコンが表示されます。目的地を探して進みましょう。グレーが行ったことのないエリア、青が行ったことのあるエリア、目的地がオレンジんの方面にあるってことか。で、目的地は、旗か。メインメニューオプション、レーダー表示から、そういうのもできるんだ。進行中のシナリオを中断し、シナリオ選択にも、そんなもできんの。では、一個一個全部やらなくても、これちょっと飽きてきたなって思ったら別のシナリオもできるってことか。いやー、それはちょっとどうなんだろう。おい、ゴリ。おう。うおう。ゴリエやってよ、ゴリエ。ゴリエやってくれよ。なんかあるな。木の棒を手に入れた。武器ではないよな。多分な。アイテムあるとこはキラキラ光んのかな。寝てんな。お前起きろ。何？どうした？ん？長老？あっち。かな？行け！ってことか。でも、行く前にな、いろいろ未踏のエリアを見ておきたい。こういうのってもう、あ、やっぱ光るんだな。アイテムあったら。どうも。三、五。うん。八ってことか、合計。何？ん？ん？ん？ 9 いるね。あれ？何が合ってたのか全然わかんねえ。全然わかんねえ。なんかいっぱいもらった。褒められた。後味が悪い。何もわかってない。あれでよかったのかな。なんかこうさ、なんだろう。なんだろう、評価をさ、不当な評価をさ、いい評価であったとしても不当な評価を得るとすごい居心地が悪い。後ろのやつちょっと取りたいんだけど。ん？何笑ってんねん。ああ、トリオ漫才か。ゴリが不思議そうな顔してんな。熱いね。でも火は、
起こせるようになった時代なんだな。木の棒手に入れた。木の棒何に使うんだろう。なんかあるんだろうけど。うわ、すごい近代的。近代的だ。あ、ゴリの方が強え。なんかムカつくな。へえ、いっぱいあるんだ。まあ今は別に、あんま触れなくても大丈夫かな。行くぞ、ゴリ。なんかいっぱいいるな。何してんの？全員飛ぶこれ。ああ前、へこきたろう。川田が死んだじゃねえか。全員に話しかけられるわけではないって感じかな。話せないやつもいたな。話し方が悪かったのかもしんないけど。木の棒、石、で、斧が作れますよってことか。異なる二つのアイテムを組み合わせることで新たなアイテムを作り出すことができます。はいはい。うんほ。これであれかな、武器かな。ドッカドカ斧。他なんかできるかな。これ何？何？ドカドカ王の獣の角、あ、違う違う、獣の角とさ木の棒良くない？なんか強そうじゃない？ツンツン槍。どういうこと？どういうやりとりなんだ。あ、もうこれ出ていくか。あ、そういうことか。もう一回やるかみたいな、そういうことか。お任せ装備。あ、槍の方が強えんだ。なんで俺は斧を作ったんだ。作れって言われたからだよな。原子とは。すごい逃げるんだけど。はや。かわいいな。これ大変だぜ。全部設定すんの。なんで作る側のことを考えてんだ。ここはなんか骨書いてあるけど。あ、飯っぽーい。これ取ってっていいの？ああ、つまみ食いダメっすか。すいません。でっかい肉だね、これね。一回でいいからこういう漫画肉みたいなやつ食べてみたいな。でもな、多分な、飽きるんだよな、途中で。味変させてくれってなるよね。あ、そっち、ダメ？あ、ダメ。あ、長老のとこ行け。はいはい、わかりましたよ。多分長老だよね、あの感じは。なんか、うおーっとか書いてあったな。そこしか読めない。ロードが早すぎる。最近ロードが早いせいでさ、ああいうティップスが全然読め、ああ、すいません。ああいうティップスが全然読めなくてさ、意図的に長くしてるゲームとかあるらしいね。ゴリはもう認められてんだな、ここにも。鹿、斧で、肉にしてこい。ただの腹ペコじいさんじゃねえか。行ってこなきゃダメなんじゃない？何？行けって？あったよ。行けよ、行けばいいんだろう。どんだけ腹ペコなんだよ。行ってきますよ。あ、開いてる。行こう。肉か。鹿か。ジビエは
ジビエ系っていうかさ、ああいうの食べたことないんだよね。うん、うん、あるか。鹿ないな。でもイノシシはあるけどな。あとワニ、ワニめっちゃ美味しいんだよ。食べてみみんな食べてみてくれ。あ、お前外に出るんだね。日に弱そうな感じなのにめっちゃ白いもんな。え、あれは、何の煙なんだこれ。鹿の匂いかこれ。そうはならんやろ。なるのか。やってみろ的な感じで言われそうな感じだけど。え、またあれか、同じか。同じなんだったらとりあえずスキップしとくけど。ああ、あっち暑いね。毎回触るね。いやもう、み、え、あ、違うわ。川田弘樹は、強力な嗅覚の持ち主です。Y で周囲の匂いを嗅ぎ、獲物や目的地を見つけましょう。Y か。Y。川田よりもゴリの方がなんか匂いありそうだけど。あ。なるほどね。何か、ある場所がわかるんだな。それでな。お？エンカウント？犬！怖いなぁ。めっちゃ囲まれてるけど。敵見て、味方関係なく移動や攻撃が行われる行動ゲージが、うん。ゲージが最大になったものからアクションでいきます。味方キャラクターのアクションではバトルコマンドを使用できます。スキルまたはアイテムを選択すると戦闘フィールド上に、交換、ああ、そういうのもあるのか。味方キャラクターの HP が0になると戦闘不能になります。はいはい。戦闘不能キャラクターがさらにダメージを受けると戦闘が離脱し、え、え、なに、死体切りとかされんのこのゲーム。マジか。あ、全然届かん。ドカドカ。え、移動するしかないのか。ボコボコ。犬ボコボコにすんじゃねえよ。うわぁ、消し飛んだ。戦う。んが、んほ。あ。変顔で惑わす。うほ。いけ。まだ。ゴリはやりそうだな、なんか。混乱か。はい。ボコボコ。消し飛ばすのやめなよ。はい、うほ。このバトルシステムめっちゃ面白いな。なんかシミュレーション RPG みたいにさ、まどろっこしくもないしさ。うん、ほうほう、骨肉。これで帰ればいいのかな。取ってきたよ。これでいい？肉取ったよ。うん。え？なになに？ Y？ え？これ？え？あ、違うな。匂いで探せって言われてんのか。ええー。そっか、俺犬倒しただけなんだまだ。そうか、犬倒しただけだわ。これか。そう、犬犬をぶちのめしただけなんだよな。どかどか。うわ、怖い、怖いなぁ。うほ、うわ、凶悪すぎるんだよ。えい、どかどか。えい、うほ、よしよし。でも犬しかいねえ。
川田広樹はどんどん強くなろうとしているけど、骨肉は手に入ってんだよな。でも犬の骨なんだよな。犬の骨か。犬は食べたことないな。どこだ、この辺のはず。あ、なんかを手に入れた。連絡せな、直さないとなと思ってんだけど、直んないんだよな。あれ？全然いないけど。あ、見えたな。あそこになんかある。下にもなんかいるけど。ここもなんか、あ、アイテム、あーもう連打するんじゃないよ、まったく。これ。動物っぽい。犬。どこどこ。ゴリさん、よろしく。うんがうほ。うほでいこう。あと1レベルぐらい上がればな、なんか全体攻撃とかできそうなんだけどな。ボコボコ。単体攻撃は強いんだけどな。全体みたいな攻撃が、ああ。ウッキー。よし。よほ。怖っ。あの変顔で消し飛ばすの本当に怖いな。ああ、うほうほう。結構上がるな。でも、正直ゴリさんの方がな、レベル上がってほしいんだよな。あ？長老のとこ行く？もういいの？なんかあるな。毛皮。はいはい。毛皮今あれなんだよね。ゴリさん着てるんだよね。ゴリさん普通に、自前の毛皮。あ、でもあれか。前面がないのか。側面と背面は生え揃ってるけど。肉取ってきたよ。満足した？若者をいたぶるのに満足した？あ、もう出れなくなった。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。次回また長老の死後議論。続きなのかな？わかんないけど。やっていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。